本当に丸一日使うとは。ひろゆきも変な目で見てたぞ。すまない。では続きを話してくれ。グア軍団のイムビーザを退けたものの、割れた宇宙から何が現れたのか。アンドロ挑戦士アンドロアレスと若き日のタイガはこの先どうなってしまうのか。ご丁寧にありがとう。逃げろ、できるだけ遠く。その言葉にはイムビーザとの戦いの最中には感じられなかったアレスの焦燥が感じられた。これ以上俺にできることはないのかもしれない。それでも俺はアレスを追って宇宙へ飛んだ。俺には一人戦いに臨む男を残してその場を去ることなどできはしなかった。なぜついてきた。これは俺が自分で決めたことだ。足手まといになるつもりはない。お前、アレスがどう受け取ったかはわからない。だが俺にだって譲れない思いってものがあるんだ。うわ、自ら処刑場にやってくるとは愚かなり。アンドロアレス、ウルトラの構造。成層圏を抜けたあたりで俺たちを待ち構えていたのは逃げ帰ったはずのイムビーザだ。イムビーザ、貴様。さあ僕と拝むがいい。グア軍団の決戦兵器、怪獣戦艦の姿を。轟音を上げて宇宙のひび割れが崩れ去り、次元の歪みの奥底から現れた怪獣戦艦の姿はウルトラマンが戦った油獣ペスターに酷似している。しかしその巨体は優に 1000m を超え、装甲と方向に覆われたボディが破壊と殺戮のためだけに作られた戦闘兵器であることを物語っている。グア様、この私のために怪獣戦艦を派遣してくださるとは。この戦力があれば軍団長になることなど造作もない。イムビーザの歓喜をよそに怪獣戦艦の頭部が怪しく光を蓄え、その口を開いた。だがその方向が捉えていたのか。そんなまさか。グア様、怪獣戦艦から発射されたビームは一瞬にしてイムビーザを消し去った。そんな、自分の仲間を。ブラックホール砲だと。タイガとか言ったな。あれを食らえば俺たちはひとたまりもない。捕捉されるな。こうなった以上戦うしかない。分かった。俺たちは照準に入らぬように飛行しながら接近を試みた。だが怪獣戦艦は武器の塊だ。全身のレーザー砲に行く手を阻まれ、ミサイルの直撃を受けてしまった。ダメだ、火力が違いすぎる。俺のカラータイマーが点滅を始め、警告音が鳴り響く。タイガ、よく聞け。一か八か、俺のエネルギーを奴にぶつける。それでもダメなら、お前は脱出しろ。いいな。アレス、何をする気だ。お前を守らなければ、メロス隊長に合わせる顔がない。アレスは怪獣戦艦の砲撃に耐えながら一直線に突撃していく。これで終わらせる。コスモオーラー。アレスの全身から発したまばゆい光が怪獣戦艦を包み込む。激しい爆発を巻き起こした。辺り一面に黒煙が広がり、怪獣戦艦の破片が散乱する。やったのか。しかし怪獣戦艦はその装甲の大半を失いながら、骸骨のようなフレームをきしませて再び立ちふさがった。あれだけの攻撃を受けてまだ動くのか。怪獣戦艦から網状の光線が発射され、その光のネットはアレスの体を絡め取り自由を奪った。反重力ネットだと。こいつ、コスモテクターの弱点を。ネットに電撃がほとばし、アレスの絶叫が響く。待ってろ、今助け出す。怪獣戦艦の火力は一向に衰えず、ついに火炎放射の豪華に巻かれてしまった。熱い、骨まで焼けるみたいだ。でも諦めないぞ。今度は俺がアレスを助ける番だ。タイガ。怪獣戦艦の頭部が怪しく光り輝き、ブラックホール砲のチャージ音が鳴り響く。タイガ、もういい。
お前だけでも逃げてくれ。やだ、君は俺の仲間だ。ウルトラ戦士は仲間を絶対に見捨てない。俺は全てを込めて光線を放った。ほとばしる熱情を込めて発射した俺の光線は激しい光の本流となって怪獣戦艦のゴールを破壊し、機関部を抜き出しにした。俺は拳を強く握り込み、その一撃に全てをかけて振りかぶった。絶対に助ける。俺はウルトラマンだ。ジェネレーターを貫く確かな手応え、巻き起こる大爆発が怪獣戦艦を完膚なきまでに破壊した。カラータイマーの点滅が早まる。マイジーの重力に引かれて落ちる体、それを持ち上げるだけの力は残っていなかった。波の音が聞こえる。目を覚ますと、目前には太陽の光が降り注ぐ惑星マイジーの見知った情景が広がっていた。傍らには腰を下ろしたアレスが海を見つめている。やっと目を覚ましたな。アレスは俺に向き直った。礼を言う、タイガ。そしてすまなかった。なんだよ急に。助けられたのは俺も同じだぜ。俺は自分の力を過信するあまり、戦士である君を侮辱した。許されることではない。済んだことはもういいさ、気にするなよ。ありがとう。バイザーの奥に光るアレスの目が優しく揺れた気がした。俺はもう行かなければ。イムビーザは先兵に過ぎない。グア軍団の本体はまだ健在だ。アレスが空を見上げて立ち上がる。一人で大丈夫なのか。心配はいらない。あのブラックホールの向こう側には俺の故郷アンドロ星があり、仲間たちがいる。俺も君のように仲間と力を合わせて必ず奴を倒す。わかった。アレス、気をつけて帰れよ。俺たちは固く握手を結んだ。タイガ、いつかグア軍団を倒したら、俺は必ず君にこの借りを返そう。そんなのいいって。でもいつか必ずまた会おう。ああ、さらばだ光の勇者よ。アレスはブラックホールの彼方に向けて軽やかに飛び去っていった。光の勇者か。今の俺にはまだ重い称号かもな。でもいつかきっと。さあ、俺も光の国に帰ろう。ゾフィー隊長に報告だ。父さんもきっと驚くぞ。俺たちは苦しい戦いを乗り越え、互いを理解し合えた。自分自身の力の一端を垣間見た俺は、本物のウルトラ戦士になると胸に誓いを立て、惑星マイジーを後にした。というわけで、アレスと俺は友情を育み、また会う約束をして別れたってわけだ。アンドロアレス、私たちトライスクワットの助っ人にもってこいの強さだ。早速こっちに来てもらえよ。え？あ、でも連絡先とか知らないし。なんでだよ。だからアレスはグア軍団を倒したら会いに来てくれるって言ってたんだよ。今も戦ってるんじゃないかな、ブラックホールの向こうで。じゃあ助っ人に来れないじゃん。なんでアレスの話したんだよ。だから次元を超えられそうな奴がいるってしか言ってないだろ。紛らわしいな。まあしょうがない、当面は私たちで地球を守っていかなければならないってことだ。そうだぜ、他人の力なんか借りなくたって俺が平和を守ってやる。